皆さんこんにちは、やり投げのディーン元気です。アシスタントの武井です、ね、今回、YouTube やろうってことになったんですけど、 YouTube でディーンさんやりたいことって何ですか？まあ、やっぱ YouTube 通してやり投げの魅力を伝えていけたらなっていうのが一番で、まあ、その中でも、SNS とかにも動画上げさせてもらってるんですけど、まあ、もっと踏み入った詳しい何を意識してるとか詳しく掘り下げていって、まあ、僕がやってるやり投げ の理論とかその辺をなんか、皆さんと共有できたらなと思って、YouTube をやろうと思いました。で、僕ディーン君と早稲田大学で同期だったんですけど、で僕も陸上やってて、僕は短距離走なんですけど、実は僕スポーツ科学の研究を東大の修士博士といって、学んできて、まあ、ちょっとディーン君はもうバリバリ現場的な目線で、話してくれると思うんですけど、そこにちょっとスポーツ科学的な見方とか側面とかをちょっと、まあ、足しながら、よりこうやり投げの魅力だとか、あとディーン君やってるトレーニング、どういうことを目指してやってるのとか、あとはまあどういった人に効果があるのか、結構やり投げのトレーニングって特殊なことをやってるかなと思われるんですけど、まあ、実は多分他の競技にもかなり活かせる部分があると思うので、まあ、そういったところを僕の方でも解説を付け足しながらこのチャンネルで紹介していけたらなと思います。それでですね、今日は一番最初に先日行われたセイコーゴールデングランプリでディーン選手が久々に84メートル台のビッグスローをして、まあ、僕らもすごい興奮したわけですけど、84ってのはオリンピック、柳川オリンピックでも84決勝で来れば強い、ね、ベスト8に少なくともレベルが高くてもベスト8にはずっと入れるような記録、年によったらメダルも出てくるね、記録やしっていうのはすごい記録なんですけど、まあそれを掘った、まあ、試合の動画とかあとなんかいろいろデータあるんですけど、そういうの踏まえながら、まあ、やり投げってどんなものかとか、どういったところがすごくて、いい投てきができたとか、そういうことを話していきたいと思います。で、ディーンさん実は自己ベストはもうちょっと投げてるんですよね。うん、自己ベストは 84m28 を2012年に投げまして、まあ、そこから長かったねそう、めちゃくちゃ長かったね、2012年ね、8年前、すごいな、8年前って小学校入学して卒業してるからね当時、当時小1やった子は小1やった子は中学2年生ですから、我ながらよく頑張ったなとでその時投げた記録が 80m28、で前投げた記録が 84m05cm と、まあもう少しだったんですけど、ほぼ同じ、でまあそこに今やっぱ2012年の時の投げ方と今の投げ方って全然違う投げ方してるから、まあその辺うまく解説していけたらなと思ってます。これ2012年に 84m 投げて、まあ、8年間あるんですけど、その間の記録ってのはどういう風になったんですか？間を言うと、オリンピックの決勝の1投目で、その時左の横腹ぐらいをちょっと挟んで内出血してて、まあ、そっちに痛み止めを打ってオリンピックに挑んでたんやけど、まあ、決勝の時はその痛み止めもやっぱ体が慣れたんかちょっと切れてきてて、で決勝の1投目やったかな、だいぶ痛み止め切れてるなと思って、まあ、こっちがちょっと痛いんでかばった感じで右半身で思いっきし振ったら、ここからバリバリバリって音がして、それがまあ最初始まりで、痛かったってことは反対の方、そう、そうだからやっぱ使えない部分をかばってというか、他のところで、他のところで出力してここに始まり、まあ、翌年ずっとそのまま痛くて、まあ、やっぱその治療というか完治する前にずっと投げて、っていうのを繰り返しながら、次左の腰が痛くなって、順番としては右肩のインピンチメントっていう怪我をして、野球選手とかよくなる、そうですね、まあ、それはやっぱ投げ方変えたりしているうちにちょっと怪我とかにつながってて、で、まあ、また左の腰とか背中に戻ったりして、まあ、その中で、まあ、トレーニングの面で体の使い方とかもだいぶ上手にはなってきてたけど、なかなかやり投げの動きにリンクさせなくて、まあ、その辺で2016年17とうまくいきそうな年もあったけど、うまくいかないっていうところで、まあ、ずっとくすぶってて、まあ、だから怪我しながらも惜しい年はあったから、で、まあ、今年はかなり記録としても84だと満足いく力じゃないですか。そうですね、オリンピックなくなっちゃって、まあ、モチベーションをうまく保ちにくい中でも、まあ、うまくやってこれたなっていう感覚ではありますね。まあ、結構その84mって一つ世界で通用する投てき距離だと思うんですけど、まあ、それを出してで、まあ、怪我とかいろいろ不調があって一回低迷して、やっぱスポーツ選手ってどうしてもトップに行けば行くほどやっぱり練習もたくさんしなきゃいけなくて、まあ、怪我ってつきものなんですけど、まあ、そこで
やっぱり良かった選手も怪我して、でもうどんどん悪くなってって引退してしまうって人多いと思うんですけど、うん、やっぱりその1回記録出してでうまく投げれない時があって、でもう1回戻ってくるっていうのはなかなか珍しいことなんで、うんうん、でその、ね、その経験とかどういうことをやってたとか、まあ、どういうふうに精神を保ってきたとか、まあ、そういったことっていうのは結構アスリートの人、有益な情報じゃないかなと思う、うんうん、なんかまあそういうのも聞いていければなと思います、うん、確かに ね、うん、ね8年あって8年長すぎてね、うん、体の使い方の理論の部分が、うん、噛み合わないっていう部分から気づかんうちにこの精神の部分とかもやっぱり、うんねねうん、ストップかけてる部分もあったんで、そういうところをやっぱり変化とか見ていくと結構自分の中で2017年が、うん、ちょっともうそういう体の使い方が良くなってるのにやりが飛ばないっていうこともあったから、あ、まあ、1年丸々2試合だけ出場して休んでっていう年にして、そこは結構ターニングポイントで、うん、そうすると不思議なぐらい2018-19と体がいいのプラス試合数も重ねれて、うんうん、それでもまあ体が痛くないっていうところもあったんで、なるほどなるほど、やっぱり限界に挑戦する数字の種目やから、うん、やっぱりそういった休暇だから連続して何年もハイパフォーマンスをするなんて、まあ、難しい話やから、うん、だから2018-19とうまく試合を消化できたことによって今年の記録あるかなとは思います、うん、なるほどね。結構その2017ぐらいからなんか、まあ、少し手応え的なものがあったんや。じゃあそうやね、2017終わってだいぶ体すっきりして、うん、2018-19とできたんで、うん、まあ、それで、まあ、その復調の兆しみたいなのを感じながら、うん、今年でも一気にこう、まあ、その前からちょっと復調の兆しは感じたとしても、うん、一気にこう記録が84まで跳ね上がったというのは、うん、どういったところに要因が、まあ、やっぱり冬のトレーニングが冬季練でしっかり、うん、冬季練、うん、やっぱり自信持ってかなり質の高いボリュームのあるものができたから、うん、そこは一番大きかったかな。冬季練っていうのはどういったことですか。冬季練はね、クラウドファンディングをしまして、流行りのクラウドファンディングをしまして、まあ、たくさんの方に支援いただいてね、うん、まあ、4ヶ月、フィンランド2ヶ月、南アフリカ2ヶ月、実質そのフィンランドのチームとずっと行動はしてたんですけど、うん、そこで4ヶ月間、まあ、海外でみっちりできたんで。なるほど。このトレーニングも結構今回の副調に効いてきてると。そうだね、うん、やっぱりやり投げに必要なトレーニングっていうのをやっぱり再確認させられたし、うんうんうん、フィンランドとやり投げ強いんですか。フィンランドはメダリストはね、たくさん。あー、じゃあやり投げの本場で、うん、そう、国技かな。あー、なるほどなるほど。だともう相撲みたいなそうやね、日本で言う相撲ですねそこでしっかり本場のトレーニングで冬季の間に体を作って、はい、それが効いてきたと。そうです。でこ の, フィンランドのトレーニングとかも、まあ、結構日本では見慣れないものとかあると思うので、うん、ぜひ紹介したいんですけど、まあ、今日の動画はちょっとゴールデングランプリの試合の動画とかデータにフォーカスして、で、まあ、次回以降の動画でちょっとフィンランドのトレーニングも紹介できたらなと思います、はい、ちょっとまず試合の動画を見てみましょうか。準備ができました、今から流す動画が 84m05 の投擲の、まあ、横から撮った映像です。で、まあ、ちょっと止めながら、ポイントとかあったりすればちょっといろいろ解説してもらいたいと思います。一回流そうか。で、うん、結構これ早いんで、うん、ちょっと駒送りで止めながらいきましょうか。駒で行くんで止めてほしいところで、なんかちょっと文字バックかな。バック、はいこの次から入ってきます、ね、最後ラストクロスの局面からですね。ラストクロス、この右足が前に出るのがクロスっていう。そう、クロスの部分で、うん、これが入ってきて右足がまず投擲、自分が投げたい方向に向くことが大事なんですけども。ああ、右足。そうですね、だいぶある程度前方向に向いてて、右ついてる足の方、そう、右足が投擲方向に。ちょっとこれ外開いてるのかな。そう、若干、まあ、完全にまっすぐで無理やから。あ、でここからこの腰までが最初、自分の上半身より先に入っていってほしいから。ああ、なるほど。肩が遅れてて足のが先行してると。そうそうそう。ああ、なるほどね。こうついて、でここから膝が前に倒れていきます、うん、なるほどなるほど。ここはもう本当なんか蹴りたいような感じですけど、逆にこう膝を倒して、そうですね、落とすイメージ、膝カックみたいな、うん、膝
を落としに行くイメージなんですよ、ね。面白い。結構短距離走も短距離走のキックっていうのもこのあの地面蹴るとき膝を伸ばして蹴ってそうなイメージなんですけど、逆にこう速いスプリンターほどこれ膝を前に倒しながら、うんうん、膝かくみたいに蹴ってるんですね。でこう槍でも一緒っていうのは結構面白い、うん、でここで膝を倒してってでここの左足がつきます。この時に、うん、この槍の手から足までが C みたいな形になるんですけど、うんうん、この C がやっぱ大きい方がよくて、なるほどなるほど、まあ、思い切って胸を張れてる状態で、こ今の C っていうのは どれくらいの感じなんですか。これこれまあ全然悪くないですよね。何っていうのはもう腕は絶対出てくるんで、うん、出てくる前にこの下半身右の先の膝を落とし込む動作を入れたいんで、じゃあ割としっかりこう C の字が作れてるっていう、うん、で左のブレーキもかなりこう足、うん、ブロック足っていうんですけど、このあの思いっきり止まる足が、うん、膝もしっかり伸びてる、しっかり止めることはここまで全力で走ってきて止めてその走りの力を全部槍に伝えるってことが大事なんですね。あ、僕はいつも言うのは車の事故がよく分かりやすい例で、車がぶつかって中の人間が飛ぶっていう、その力を使って、まあ、だから自分が車体でこの槍が人みたいな、要は車事故でシートベルトしなかったらその吹っ飛ばされるわけですね、うん、前にボーンと飛んでいくようなその力を槍に伝えて掘ってると、はい、うん、だ簡単に言うと車の事故なんですよね、あれ、うん、体にめちゃくちゃ悪くて、うんで、その今言ったような槍にどの力が伝わっていってると、その左足で止まった力をもらった瞬間に思い切りもうこれでもかっていうぐらい思い切り腕を振ります。うん、すごい煙出てる、炭酸マグネシウムが炭マグネが出てるんですけど、おで左もしっかりブロックが決まったまま前に、本当やね、すごい。要はこれあのここ着いた時の位置からずっと固まってるんですね、この回しが、ね、左半身が壁になって右半身が回るっていう、おおすげえ、で振り切って飛んでいくと、だからこう一気に止めてるからこんな吹っ飛ぶんですね。そうですね、これ多分陸上見てない人はなんでみんなやり投げ選手あの前に飛んでくんやと思うけど、もう飛ばざるを得ないっていうか、でもまさに事故ってる感じなんで、ギリギリとギリギリで止まると、うん、危ない、まあ、残ってる部分があったら自己ベストぐらいやったかなっていうなるほど、まあ、これはいつもやり投げ選手特有のたらればなんですけどこれはこれくらい残したのは普通なんですか。まあ大体まあ、ギリギリだとやっぱり体が怖がって縮こまっちゃったりもするんで、あ逆に思い切り、うん、僕は結構余裕持って思い切り前に押し込んでいくタイプなんで、っていう感じで横で、でもう一アングルあるんで、うん、でそっちも見てもらいます。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。この動画への感想や疑問、質問などありましたらコメント欄にぜひ書いてください。じゃあ、ほらねー。腰がこう、ここがくぼんでると、ここで一回クッション挟んでから前に行くから、これついてから次の時間ってのは短い方がいい。つきました、つきました。で、今70フレーム目ってことで、ラストフォースついてから次のフロットまで 0.23 秒、0.23秒なりについてバンと振ってる、うん、100分の2秒がでかいと、100分の2秒で距離もかなり変わってくる世界なんで、うん、ただまあ、 他のデータも見たら分かるんですけど、うん、初速がだいぶ向上してて、じゃあまだまだもう一段目指せると、うん、まだ